人生書き色のエンジョイゲームタイム。はい、どうも、人生書き色です。俺たちのドリキャスト40代プレイとですね、今回プレイするソフトは D の食卓2になります。よろしくお願いいたします。それでは続きをやっていきましょう。ゲームスタート。とりあえずね、もうちょっと近場を探しましょうかね。ちょっと遠く行き過ぎたんで、前回こんな雑魚で大丈夫ですか。出たら食らうっていうね。どこっすか。よし、はあ、もっとさ、いや、なんか変わったことねえかな。また寝てるし、この人。えへい。おかえり。誰もいないんですけど。その様子じゃジェニーはいなかったのね。いなかったね。だけどどこにいるのかしら。そうね、この辺りだと。あとは石造りの小さな山小屋があるくらいだけど、そこには誰もいなかったし。いなかった。あと墜落した飛行機の残骸もあるけど。そこには近づかない方がいいわ。行ったよ。見るだけだから。うん、見た。今頃はきっと真っ白な雪があの人たちを埋葬してくれているでしょうけど。埋葬。もし石造りの小屋の方に行くなら、これ棚の鍵よ。その小屋の中にある棚を開けられるわ。武器が入ってるから。モンスターに奪われないように鍵を閉めておいたの。気をつけてね。先にくれよ。もう少し眠るわ。じゃあ行くか。なるほど、さっさとそういう大事でもくれよ先に。なんかすげえ余計な時間食った気がする。先に欲しかったな、その棚の鍵。ここだな。こいつ使ってガッチャンと。何入ってんだろう、ショットガンかな。そこピアノといる。これ何これ。ん？なんだ？これ何？武器って近接武器？もしかして殴れってこと？でこれ何？
ットテープレコーダー。まあテープがないからね。とりあえず一回見ましょうか。うん、寒冷地向けなんだ。ステッキ、手品ができるそうなの。あれ、ここにないけど、さっきのなんかグレネードなのか。ああ、なるほどね。ああ、近接専用の武器なんだ。理解しました。しかし、起きて。おかえり。少し楽になったみたい。そう。石造りの山小屋に来てきたのね。ヒントくれ。何それ。ラジオなんて持ってきたの。ああ無理よ。私も何か情報が聞けないかと思って試してみたけど、こんな山の中じゃ何も聞こえないわ。どっちにしても遠い国のニュースを聞いても今の私たちには何の意味もない。まあね。あ、そうだわ。それよりもっと私たちに必要なものがあるわ。お、聞いてみる。電池入ってんの。カウンティングザローゼス、バラを数えてって言うたよ。実はね、この曲私が詩を書いたの。こう見えてもいい。そうね、かっこつけて言ってみれば詩人なの。ほう、見えないでしょ。見えねえよ。この曲は偶然私の詩を目にした人が曲をつけて歌ってくれたの。この曲を聞いた人から手紙をもらったこともあったわ。詩はなんていうのかしら、書いているとそこに宇宙みたいなものが生まれる気がするの、うん、私の拠り所のようなもので、この詩もある時、その時も悲しい一日の終わりだったかもしれない。私の目の前にただただ白い風景が見えたの。私はそこでバラを数えてた。赤、黄色、どういうこと？紫、たくさんのバラを見つめているうちに吸い込まれてしまいそうなくらい美しいバラを、ただただ白い世界で、私行ってみたかった。そこに行ってみたかった。暖かく幸せな世界つまらない話ね、うん、私ね、自分のこの人生でたった一つだけ言えることがあるわ。もし今度生まれ変わっても私は私になりたくない。それだけは嫌。父親が事故で死ぬところも、母親が自殺するとこも、もう二度と見たくない。なかなかの人生できてんな。薬に逃げたりもした。だけどそのうちに死で自分だけの宇宙を作ることを覚えたの。そこには父の死も母の死もない世界。私はここにいる限り幸せなんだって。だけどね、最近自分の書いた詩を読み返してみて気づいたの。私の書いた何百、基本的にこの人の話長えな。詩は
どれもこれも一つ残らず、悲しい歌だなって。ああ、テープを巻き込んでしまったのね。巻き込んだ。ラジオも聞けないし、使い道がなくなっちゃったわ。テープ巻き込みって。あなたにあげる。プレゼントするわ。壊れたラジカセに巻き込まれて使い道のない、二度と聞けない私の詩よ。冴えないわね。音楽ぐらいあれば少しは気休めになるかと思ったけど。ねえ、それにしてもおかしいと思わない？事故からもう10日も経つっていうのに、どうして誰も助けに来てくれないのかしら。ねえ、まだ思い出せない？私と会うまでの8日間どこで何をしていたの？他の誰かと一緒にいたんじゃないの？あなた眠っている間ずっと誰かのことを呼んでいたわ。よく聞き取れなかったけど、あなた誰かの名前を必死に呼んでいたわ。ジェニーはどこに行ったのかしら。ジェニーさえ見つかれば、その誰かのことも何か知っているかもしれない。そうよ、きっと。もうこれどうやって喋らねえのな。行くとこはねえから、もう行くしかねえな。これまあでも状況を整理しますけど、とりあえずけど行けるとこはね、こう今のところその石造り山小屋でしょと、この現場か、あとはここしかないですよね。地下採掘場。けど、ここも入れないしね。なんか、車はあったけど。他に行けるとこなんもないんだよな、他に。どうしたらいいんだ、これ。まあ、いろいろ見ていくしかねえか。ん？あれ？お、ラジオか？もしかして。3便より緊急連絡です。カナダのイエローナイフ北部の山で墜落しました。誰かこの連絡が聞こえていたら応答お願いします。こちらプロウェア863、私はスチュワーデスの北。え、ってことはまた墜落現場に行けってこと？誰かいるのか？お、いた。イベント起こった。どこにいるの？この人か。あ、わあ、ダメだ、やべえ。この人ダメだ。もう緑になってる。あかーん。もうあかーん。お客様、大丈夫ですか？陶器はただいまカナダの上空をプレアデス星団からシンクのハイヒールに乗ってオートパイロットでギャレーの28便、うん、ちょっと出てきたし、なんか。おお。うほう。
え、このまま戦うの？このまま戦闘？マジか。よくわかんねえ。どこ？どうしたいのこれ。わかんねえな。ダメ、ずっと食らうなこれ。やっぱ本体か。やべえ。あれか。やっぱあれか。やっぱあれだ。ちょっと気になったね、蝶々が。あいつが本体か。あぶねえ。うお、気持ち悪っ。え、大人気だってことこれ。うお、なにこれ。え、誰がやったの。お、来てくれたんかい。センキュー。空を飛びたいっていう心なのかしら。詩人だね。それよりね、ここまでどうやって来たと思う？ね、喜んで。スノーモービルが見つかったのよ。お、やった。あれがあればきっとここから脱出できるわ。スノーモービルに乗ればモンスターだと襲ってこないだろうし、ただガソリンがもうほとんどないの。一旦山小屋に戻るくらいはできそうだけど、そこから先に行くにはガソリンを探さないといけないわ。とにかく小屋に戻りましょう。小さな希望だけど光が差してきた。マークでよかったよ。とりあえず。そうでしょ、ローラさん。ん？驚いた。だって私あなたから名前聞いていないものね。あなたの名前よね、これ。お、あ、これ最初の時にあれだ。オープンの時にベッドの脇に落ちていたわ。ローラ、ルーシーよりって書いてある、ね、それを見て何か思い出さない？ルーシー、あなたのお母さんの名前なのよ。よく考えてみて、思い出せない？どこまで記憶喪失なのこの人。どんな顔だった？きっとあなたにとても優しいお母さんだったんじゃないかしら。だってあなた雪の中で倒れていた時もこれを大切そうに持っていたもの。2日間眠っている間もあなたずっとこれを握りしめて、ほう、誰かの名前を呼んでいた。誰か男の人の名前。マジか。どうなんの？ローラ？お、ローラさん？大丈夫かい？生したけど野郎だ、そういや。気がついてよかった。はい、これ素敵なお母さんからの贈り物だ。大切にしなくちゃ。
あったらしい。痛むところ？君の方の怪我は大したことないようだ。すぐに動けるようになるよ。覚えてるだろう、飛行機が墜落したんだよ。僕らの乗っていた飛行機に隕石が衝突したんだ。あの時なぜか君のそのコンパクトが光り始めて、隕石が衝突するビジョンが見えたんだ。だよね、なんかなんでか分かんないけど、君の腕を思わず掴んで、気がつくともうこの雪山にいたよ。なんとか君を背負ってこの小さなロッジまではたどり着いたけれど、僕のことは覚えてるだろ。僕はデビッド、デビッド・ブレナー。ローラ、ローラ、ローラ、しっかりして、ローラ。どうなんだこれ。あ、起きた。よかった、また2日間も眠り続けちゃうのかと思った。せっかく仲間ができたのに、私を一人にしないでよ。さあ小屋に戻りましょう。案外今頃ジェニーがベッドですやすや眠ってるかもしれないわ。まあないな。お、スノーモービルだ。おお、早く乗りたいなこれ。ねえローラ、聞こえる？ねえ、もしあなたと二人でここから逃げ延びることができたら、私あなたに詩をプレゼントするわ。そうね、詩のタイトルは光、あなたが教えてくれたものよ。あなたと出会って本当によかった。じゃあ飛ばすわよ、しっかり捕まってて。死亡フラグじゃないの。ん？なんだ、あ、なんか言ってたジジイ生きてたんだ、すげえな。あー、いろいろ起きるな。最初の声だよねこれ。あ、置き手紙。最低の場所で出会った最高の友人ローラへ、あなたのおかげでとても元気になりました。ありがとう。ガソリンを探しに行ってきます。少しでも早くあなたを取り戻せますように。キンバリーより。そういやもう一人のやつどこ行ったんだろうな。はーい、ということで今回はここまでになります。皆様お疲れ様でした。ありがとうございました。なんとかね、初めてのボスを倒しましてね、ちょっと光が見つけました。次回も楽しみに、ということですね。またルームキャストのソフトに関しましても様々なタイトルをプレイしながら思い出を語ったり率直な感想を述べたりしますので、よろしければコメント等いただけますと嬉しいです。コメント欄にあったグッドボタン、高評価を押していただけますと活動の励みになりますので、チャンネル登録なんかも合わせてよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、お疲れ様でした。ありがとうございました。このチャンネルではコメントや高評価、チャンネル登録など首を長くしてお待ち申し上げております。